フランス語圏及び世界各地でよく知られたフランスの民謡。フランス語圏外ではその地域の言語による歌詞で歌われているため、世界各地に様々な歌詞が存在している。日本ではフランス語題をカタカナに置き換えたフレールジャックの題のほか英語題のアーユースリーピング、また砲台の金がなるグーチョキパーで何作ろうなどでも知られている。フランス語歌詞と 日本語の外訳を記す。歌われるときは、しばしば四世のカノン形式をとる。第一世、フレール・ジャック、フレール・ジャック、第二世、同名、ブー、メイブードーメイブー第三世、サネル・マテンズ、サネル・マテンズ、第四世、ディング、ディング、ドン、ディング、ディング、ドン。なお、第四世の言語表記には、ディン、ダン、ダン、や、ディング、デイン,ン,ング、ドン。 などが用いられることもある。この歌は、修道士が超歌のために鐘を夜中や夜明け前に鳴らしていたことと関連していると言われている。曲が作られたのは17世紀と推定されている。フレールジャックのメロディーが、オーストリアなど一部の地域で早々の晩画を連想させるような単調で歌われていた歴史がある。ことから、この歌を聖職者や、 聖騎士団員の処刑にまつわるものとする説もある。歌のモチーフになったと推定される人物に、第23代、テンプル騎士団総長のジャックド、モレー他がいるが、推測の息を出ない。もっとも、この歌の旋律を乗せた、出版物のうち現在知られている中では、最も古いとされる文献では、題名が、フレイル・ブレイズとなっている。このため、この歌の成立は、 ジャックという名の人物とは関係していない可能性もある。ありがとうございます。